もタルチング TV です。今日はですね、2020年上半期、買ってよかったキャンプ道具5選ということで、まあ、使ってみて、自分が本当に良かったなと思うような、キャンプギアを5種類、ご紹介したいなと思います。はい、まず一つ目がですね、知ってる人も多いと思いますけども、オピネルのナイフ、折りたたみナイフですね、とナンバーは8番です。こちらは前にここの部分が木の木目調のものを使ってたんですけども、新しくこれは買ったんですけどね、これが非常に良くて、まず軽量なのがいいですね。ものすごくこう軽量なんですよ。まあ本当にここに紐がついててこんな感じですよね。手のひらサイズではあるんですけども、ものすごく軽量なんですよね。まあ切れ味がものすごくいいんですよ。なので野菜とかまあ料理するときには、まあ、非常にこれ1本あれば十分これで料理ができるかなっていうようなところです。この折りたたんだときにですね、ここわかりますかね、こういう形で回すとロックができるんですね。なのでこれでロックした場合に、まあ、ここの刃の部分が絶対に開かないっていうのがあるので、まあ、その安全性が非常に優れているというようなところも利点の一つかなと思います。でもこの引き出すときちょっと硬いかなと思うんですけども、ここにこう爪でこうつまむところがあるので、この部分ですね、なのでここをしっかりこう爪でこうつまんでやるととは言わないですけどね、こういうような形で、まあ、使うことができます。まあ、これは本当に値段もものすごくリーズナブルで、初心者の方でもソロを始める際に、まあ、まずはこれ1本持っておくといいかなっていうような風に思いました。はい、2点目ですね、こちらポーレックスのセラミックコーヒーミルになります。非常にコンパクトにできていてですね、本当にこれも手のひらサイズなんですね。まあ、このぐらいの大きさなんですけどね、これ非常にまあ優れてるなっていうのが結構軽量なんですよ。まあ、1回のこの豆を挽くのにだいたい約コーヒー2杯分が 20g でしたっけ、コーヒーの豆を挽くことができるので、まあ本当にソロで持っていって、まあ現地で豆を挽いてこう楽しむ分には、まあこれが一つあればいいかなというようなところです。で、この分解するとこんな感じになるんですけども、まあ洗うのもすごく簡単で手入れが簡単なんですね。なのでこの辺も本当にまあ利点かなと。あと錆びにくいっていうのもあるんですね。なのでまあ長年結構こう一回買ってしまえば使えるっていうところがあると思うので、キャンプを始めた当初を購入したんですけども、もうずーっとこれを使ってます。僕にとってはこのキャンプするときに、まあ、コーヒーってやっぱりすごく大事な要素の一つになってくるので、まあ、必ず着いたらコーヒーいっぱい飲むようにするので、まあ、絶対に欠かせないものということでランクインさせていただきました。3点目、こちらはフィアハンドのオイルランタンですね。いろんなYouTuber さんの動画でも上がってると思うんで、ご存知の方も多いと思うんですけども、まあ、これ見た目が本当におしゃれかなっていうふうには思うんですね。で、あと軽量なんですよ。まあ、すごく持ってて軽いですし、で、なんといってもやっぱりLED ランタンとは違って、ちゃんとした本物の炎を手軽に楽しめるっていうところがあると思うんですね。ここのこのレバーをこう上に上げて、ここのネジの部分を調節して、ここの中の芯に火をつけることによって、まあ、火がつくという構造にはなるんですけども、まあ、下もちろんこの燃料ここを開けてオイルを入れると、そのオイルをの燃料を吸った芯に火をつけるっていうことなんですけども、まあ大体燃料満タンにしておくと約20時間明かりが灯るというように言われているので、1回のこの燃料で1泊あるいは2泊ぐらいのキャンプには全然足りるぐらいの量になるので、使い勝手もいいかなと思います。注意点としては、この中に入ってる芯のここの調節、この部分ですね、ここなんですけど、まあ、ここを火を消すときに例えば芯を下に下げすぎると中のこのタンクの中に芯が落ちちゃうんですね。なので落ちるとこれもう全部こうこれ自体を分解して芯を取り出さないといけなくなるんですね。で、それ実際僕も2回ぐらい失敗して中の芯を燃料のタンクの中に落としちゃったんですよ。それ取るのものすごく苦労して、まあ、やったので、ここはあんまりもう本当にまあ火の調節ぐらいで本当ちょこっと触るぐらいがいいんじゃないかなというふうに思います。4点目、こ
こちら、スノーピークのクッカーセットですね。これはですね、最近、私も買ったんですけども、まあ、非常に良かったなと思って今回ランクイン、させていただきました。まあ、とにかく軽い、まあ、4つ合わせてもものすごく 300g でしたか、あ、まあ、ちょっとこの辺に載せてきますけど、とにかく軽いんですよ。で、こんだけ、まあ、2つの鍋と、鍋とフライパンが入って、で、それが1つにこうまとまって、まあ、ものすごく持ち運びもコンパクトに収納できるし、そこがまず一番いいとこかなっていうふうに思います。で、あと、まあ、ソロ用としては本当に、まあ、これで、フライパン代わりになると思うんですけども、まあ、このぐらいの大きさ、手のひらサイズ、ちょっとこんな感じになるんですけども、これぐらいあれば、まあ、アヒージョはちょっと厳しいかな、アヒージョできるような、アヒージョができるぐらいの量、まあ、最低限の大きさにはなるかなっていうふうに思います。で、あとこっちはですね、これものすごくミニで可愛い感じのサイズですけど、まあ、目玉焼き1個分のなんかフライパンとか、なんかちょっとこうおしゃれにこう使えるそうな感じ、まだあんまり使ってないんですけど、まあ、これも本当に存在感あるなと、まあ、これの蓋には、一応なるんですね。なのでフライパンとしても、まあ、下の鍋の蓋としてもこういう風にいけると。で、まあ、ここの取っ手の部分ですけど、こう開けることによって、まあ、簡単にこういう風に収納ができるということで、これは本当に、まあ、2種類の大きさの鍋もありますし、まあ、2種類の大きさのフライパンがあって、で、これがまあ本当に一つのこういう形で軽量で、収納ができるので、まあ、非常にこう使い勝手がいいかなと。やっぱ軽いのがいいですよね。まあ、場所も取らないし、まあ、そんなに物を持ってかない、そのコンパクトなキャンプをする場合には、非常におすすめかなというふうに思います。なので、こちら最近買いましたけども、急遽ランクインさせていただきました。はい、5つ目になります。こちら、アルテレニョのカッティングボードですね。まあ、まな板なんですけども、これオリーブの1枚板になるんですけども、非常に味があるんですよ。まあ、それぞれこう一個一個手作りで作られているので、まあ、同じ形がないんですね。なので、すごく個性が出るというか、まあ、使っていくうちにこう馴染む感じもしてきますし、まあ、あとやっぱりこの節の部分とかがこう味があっていいですよね。不規則なこの形っていうのも、まあ、かっこいいかなっていうふうに思いますし、まあ、本当ちょうどサイズ感もこのぐらいですね。本当に手のひらオーバーぐらいの。なのでソロ用としては本当にものすごくいいまな板かなと。まあ、本当に例えばリュックにポンとこう入れても全然収納できますし、まあ、小さめのまな板にはなるんですけど、まあ、1人分の食材をこう例えば切ったりするまな板用としては非常に優れているかなと思いますね。以上が、買ってよかった2020年のキャンプ道具5選ということになりますけども、まあ、今回ちょっと初めてこういうのをやってみて、非常に、5つに集約するのは難しかったです。まあ、なぜならやっぱりキャンプ道具って5つでやっぱり足りないので、まあ、その中でも特に最近気に入っているものを今回5つに絞ったという形ですね。なのでまた次回以降どこかで、まあ、お気に入りのキャンプ道具なんかを紹介できたらいいなと思ってます。それでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。